ルテンシア。どうしたのお姉様、私の可愛いお顔に釘付け？嬉しいのよ。お互いにいろいろとあったけれど、無事にこうして同じ場所に立てて、あなたは私の大切な家族だから。家族か、腹違いの姉妹だけどね。そんなこと関係ないわ。あなたは私のたった一人の妹、誰よりも大切な妹よ。なんか改めてそう言われるとすっごく恥ずかしいんだけど、でも私も同じ気持ちよ。ありがとうお姉様。その笑顔、あなたのお母様にそっくり、日に日に似てきているわね。本当に私お母様に似てきてる？それすごく嬉しいな。こうやって私がお姉様の妹でいられるのはお母様のおかげだから。あ、別に勘違いしないでね。私は恨み事を言うつもりなんて。ええ、もちろん分かっているわ。でもごめんなさい、私の母のせいでオルテンシアたちは。用事を思い出しちゃった。ごめんねお姉様。オルテンシア。お姉様、私のお母様のこと覚えてる？ええ、もちろんよ、よく覚えているわ。もしよければだけど話を聞かせてほしいの。お姉様から見たお母様ってどんな人だったんだろうって思ったから。一番印象に残っているのは笑顔よ。あなたのお母様は正妻である私の母からよく思われていなかった。だから母やその取り巻きから凄惨な嫌がらせを受けていたわ。そんな地獄のような日々の中でも彼女は笑顔を絶やさなかった。うん、その愛嬌と忍耐強さを武器にとうとう私の母まで口説き落とし、友人として取り入ることに成功した。本当に本当によく覚えているわ。母親とは自分の娘のためならばここまで強くなれるのだと。娘のため？ええ、そうよ。あなたのお母様はあなたを守りたかったから強かったのだと思うわ。私のことを。オルテンシア、彼女は立派な方だった、それだけは断言できるわ。そっか、知ることができてよかった。ありがとうお姉様。ねえお姉様。どうしたのオルテンシア。私もいつかはお母様みたいになれるかな。可愛さではもう勝ってるかもだけど、それ以外の部分ではまだまだよね。いいえ、そんなことないわオルテンシア。あなたは7歳の頃にお母様を亡くしたわね。うん、けれど母親という後ろ盾を失ってもなおあなたは王城内に居続けることができたわ。汚い思惑がはびこる城内で子供が一人で生き延びることなどほとんど不可能。でもあなたはそれを可能にした。あなた自身の力で。私自身の力？どういうこと？お母様譲りの愛嬌と忍耐強さであなたは城内で味方を増やし居場所を作った。年頃になってからは私と同じ学園に通い飛び級で上級クラスに入ってきた。全部あなた自身の力で。もう分かったでしょ、いつかはお母様みたいになれるかな。あなたはそう言ったけれどすでになっているわ、魅力ある女性に。まさかお姉様にそんな評価をもらえるなんて。ちょっと、うん、すごく嬉しい。ありがとう。お礼を言うのは私の方よ。幼少時からあなたたちの姿にどれほど私が勇気づけられたことか。ありがとうオルテンシア。お姉様、私
お姉様の評価に恥じない王女でいるわ。これからもずっとお姉様と離れ離れになった時、私がどれだけ寂しかったか。お父様もいなくなって、私一人ぼっちになっちゃうかと思ったのよ。一人にしてごめんなさい。これからはずっと私がいるから。約束よ、もう絶対に離れないんだから。ええ、私たちはもう離れない。約束するわ。あなたが私の妹で本当に幸せよ、オルテンシア。私もよ、お姉様。